はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もクラッシュバンディクプレイしていきます。さあ、前回ね、初のカラーダイヤも獲得して、今回このドラム缶ステップからやっていきましょう。うわ、何これ。なんかドンキーコングでこういうやついたな。樽投げてくるおっさん。あ、これあるんだ。おっと、で、こっちか。よし。で、あいつがまたバンバン出てくるのかな。うわ、転がってきてる。転がってきてるわ、あいついるな。よし、ポイント。うわ、距離感が。ポイント。これなんだ。あー、まあ休憩ポイントみたいな感じか。よし、あいつ普通にやってくる分には全然大したことない。で、壊して、あ、来てきた。よし、あ、ジャップ全然大丈夫だな。なんか変化球みたいなことしてこないと全然怖くない。ポイントで、これが微妙に嫌なんだよな。さて、また来る。あ、変化球来た。なんだこれ。うわ、難しい。はは、連発でちょっと TNT やったか。これはこういうことかな。よし、あ、変化球一回壊したらなくなったぞ。あ、来たわ。あー、なるほど、これ微妙に難しいな。よし、で、チェックポイント。これね、さて、またこれか。うわ、タイミングによってはめっちゃむずいわ。どう、こうかな。で、これは、よし、うわ、見せた。よし、でこうかな。ポイント。13個、少ないけど。おー、 TNT が、わ、マジ。先に行かないといけないっていうことですね、これ多分。ほい、 OK。 お、箱全部ワックスになった。ってことはもう近いのか。うわ、なんだこれ。うわ、バインバイン来てる。うわ、これちょっと難しいぞ。ラストだからか。よし、で、あれ、カラーダイヤだったのこれ。ほぼパーフェクト。うわ、マジか。これカラーダイヤか。あ、確かにちょっと違うな。で、何、ピンストライプ。マジで。うわ、なんか、うわ、マジで強くない。打ってくる。うわ、こいつどうすんの。あー、ちょっと打たないときあるんだ。隠れとこう。うわ、マジで、なかなかのステップだぞこいつ。これ難しいわ。読まないといけないな。よし、こういうこと。あー、なるほど。あ、難しい。ステップが。よし、 OK。 どう動いてくるか。よし、あれ、同じ動きしかしてこないのか。うわー、マジか。で、こっからね、こっからどうなっていくか。これなんだよな。うわ、危ない。
お、うわ、今の殴ったか、危ない。今はどこを狙うんだな。3回ぐらい、よし、2回か。うわ、あー難しいな、こいつの場所を捉えないといけない。 OK、 よし、あと1回、多分こっちやろう。お、あー分からないんだ。ててよし、 OK。 いやこいつ結構強かった。まあ、前回のあのコアラよりは強かったですね。またカラー狙っていくかな。先に進めるんだけど、ちょっと挑戦だけしてみようか。行くわ、いけ、来た。多分いけると思うんだよな、そんなに難しくない。 OK、 これもあるし、まあ、1回やられても大丈夫なんで、最初の方は全く難しくないしな。うわで、よし、ホイトかわしつつで、これもこんな感じかな。 OK、 でこれで、よし、さあ、おっと、まあ、さすがに1回ミスできないっていうのは結構緊張感、後ろに行くにつれ出てくる。大丈夫、よし。やっぱりあの跳ねてくるところなんだよな、難しいの。ここからだったっけ。あ、来た、バインド、よし、これだよな。 OK、 あ、ミスった、マジで。よしと、でまたチェックポイントで、ここら辺微妙にやりづらさはある。よし、ここで、これもまあ、はい、どう、割れたかな。よし、まあここも全然難しくないんで、よし、 OK、 これで全部かな。どうだ、 OK、 全部、あとはゴールするだけ。またバイメン来たな。うわ、うわ、危ない危ない、これ運だろ。よし、 OK、 あ、青いダイヤだったな、ゲット。まあまあまあ、そんなに長くないステージなんでね。よし、これで2つめ。まあそんなに必死に集めてるわけではないんだけど。ね、こんな感じでね、カラーダイヤ2つ目ですね、青と黄色を手に入れてると。よし、じゃあちょっと今回短いんで、ここもやっていくか。カメカメジャンプ、うわ、なんだ、最初から2つある。これ多分こっちになんかあるぞ。ひでえ、ひでえ、あるんだけど。なるほど、このリンゴを信用していけってことか。どういうこと。おお、リンゴだな、リンゴ。ほんとひでえ。よし、これ帰るのも大変なんだけど、危ない。これひどいわ。よし、まあちゃんと2つ出しとけってことですね。はい。わすわ、これか。これやばいな、これマジで。犯罪だからな、これ。これ、難しすぎる。
よし、なんかねちょっと死にすぎてこの無敵なやつも出てきてるんですけど、 OK で、おっとなんだこれか、カメちゃんジャンプか、なるほど、これカメちゃんいらないよ、うわ危ない危ない、え、マジどうなんのこれ、カメくそ、よし危ない、これいらない、カメちゃんいらない、くそ、さて、あ、見せたな、ちょっと、よしで、OK、あ、ようやくチェックポイントだ、ようやくだ、よし、うわ危ない、うわこれ終わりじゃない、くそ、よし、これまたあれか、こういうことか、これほんと難しい、よしよし、さあマジか、ひどすぎるこのステージ、難しすぎる、よし、いやこのステージマジでダントツで一番難しい、本当にゲームオーバーなりまくってる、結構ねギリじゃんで、またこいつとかいんのかよ、ここら辺がすげえ悪質なんですよね、うわ死んだ、やばいやばい、パニックってる、いや悪質だよなこれ、壊して、うわこれほんと悪質だわ、心休まる時やない、ここまで来んのか、結構ねこれこれほんとまたゲームオーバー、ゲームオーバー、さあ戻ってきて、こいつも厄介だなマジで、こんな感じか、でこうで、結構来ないな、うわ弾いちゃったか普通に、よし、あなんかここは早い、チェックポイントがありがたい、よしこれは全然簡単、もうこのレベル全然簡単、何これ、あーカメか、よし、あなんか全然簡単になってきたな、なんだこれ、どういうこと、大丈夫かな、およしで、カメで、危ない、やばい、ちょっと狂ってる、やばい難しい、危ない、何これ、これふざけてるわ、よし、あ、いけそうな感じ、今回いける、いやここマジほんと難しいわ、よし、何これ、あーまた下に帰っていけってことかな、え、どういうこと、こういうことか、結構難しいっていう、よし、いやこの気が入ってるのもでかい、5機、あ、全部箱行きましたね、これ45個、あとはクリアするだけ、いやこのここは簡単、ぶっちゃけ今までのことからしたら、うん全然簡単、うわなんだ、うわびっくりしたびっくりして、最後なんか境になってたのか、いやほんとここダントツで難しかったな、よし8個目はい、ということで今回3つしか結局やってないのかな、うん、まあね最後にとんでもないステージがちょっと隠れていたんですけど、あ、またカラーダイヤだなここ、はい、これはねまた次回やっていきたいなと思います、いや本当にこのカメカメジャンプはね
一番難しかったですね。ただなんか後半は簡単だったな、慣れたからかな。なんか、いけたんだけど、はい。ってことで、まあ興味がある方はね、ぜひぜひチャレンジしてみてください。本当にね、難しいステージなんで、はい。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にあるツイッターのフォローなど全てお気に下がっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。